規定するわけですよ、大江戸さんの兵を連れてるんですね。でそしてそこにですね、1600取り持ってたのが残って、石田三成に3万を押し寄せてるわけですよ。で籠城するわけですよ。で籠城っていうのは別に戦の時もよくあるんですけど、後手がないと成功しないんですよ。後手が